はい、おはようございます。今日は5月の25の朝の保護猫かな。今日はシャークね、あの素手でいっぺんね色をたんですけどね、あのちょっとねゆっくり描いてきたけど全然痛くなかったね。まあまあ素手で今度鳴らしていこうかな思ってね、革手じゃなくてね、まあだいぶねシャークもね慣れてきたんかなと思ってんけど、それでね、なっちゃん、はい、なっちゃんもちょっと朝のね掃除機でびっくりしちゃってんけど、まあなんとなくなんとかね、うん、大丈夫かなと。この子は結構ねな、ほんまに懐いてるからね、全然色えますよ。問題なくないと思いますね。それでじゃあね、虎吉、はい、昨日はご機嫌でね、あのあと結構まだ遊んどったんですよね。まあ今日はね他の子をね出せたらね、今日はライブいうことで、まあ8時半から9時の間にはねさしてもらおうかな思ってるんでね、よろしくお願いします。まあね、うまいこといくかわからんけど、娘がうまいことねカメラね撮影してくれるかわからんけどね。はい、シャーコね、はい、しょうこちゃんね、はい、結構ここらね仲いいんですよ。これね、おばちゃんとねワイルドちゃん、これでもうサブコードちゃんね、あのもうだいぶ弱くなってきたからね、こっちにね、もうここ仕切りしてるけど取ろうか、それかマイルドちゃんを入れてみようかと悩んでんやけどね、まあ、別に問題はないんやけどね、マイルドちゃんも。お、なんや、ブルーちゃん。ね、ブルーちゃん。ブルーちゃん。大きいね、ちっちゃいのに大きい。まだ止まりましたね、これ。よう止まるっすね。容量はね、そんな、あ、また落としよった。チャチャ君がなんか追いかけとんじゃうと思った、あいつ。はい、ロシアンちゃん。それでママはね、ここ上に行ってます。また上に。今話してるからね。それでね、まあ、ここ完成したけどね、ここで終わりやないからね、あの、次考えてるのがね、やっぱりちょっと調整区域安いでね、そこにね、開墾、40フィートの開墾ちょっとね、ちょっと、あの知り合いのアイデアでね、ちょっと、4つぐらいね、開墾4つぐらいに、ね、置ける場所、ね、欲しいなと思って、ね、頑張って、ね、40フィート言ったら12メーターやったかな、12メーターの4つをね、開墾、そこでちょっとね、猫部屋作ろうかな思ってね。まあ僕のね、同級生で開墾1トラ取るからね、トレーラーで。まあ、40フィートで何倍や言ってたかな、なんか安いこと言ってたんですけどね。40フィートやったらちょっとしたんかな。うん、はい。ちょっと目ちっちゃいかな。なんか目ちっちゃいように思ったけど。お前まだ悪さしてたんちゃうんか、お前。ね。まあ、あそこ、あれで終わりじゃないからね。まだ、なんとかしのげる場所を作っただけであって。こんなんまだね、ここらの子、こんなんまだ全然、ね、足らないと思います。いや、風当たってるのに、ちょっとこれさ、冷たいんやけどね。ちょっとだけね、風当たってますね。風が好きな子もおるもんね。うちのゲームも、クーラーかけたらね、下で風で当たるところに来るからね。今ちょっと低いね、23.8 度やね、湿度48。まあ今日もね暑なりそうで、明日も暑なるいうことでね、結構ね、あら、えらい落ちとんのかな、ちょっと待ってくださいよ、おいで、あ、怒っとる、怒ることないな、たまにこの子怒るんですよね、カメラ向けてるからかな、よしよし、はい。まあ、こんな感じで今日もね暑くなるということでね、暑さ対策ね、みんなせんとね、それと日焼けね、日焼けするんでね、特に女性の方は、よっしゃ、こんな感じですね。ブルーちゃんね、はい、これね、何でした、カズちゃんね、最後になっちゃうね、はい。まあ今日ね、なんか子供生まれた
みたいなこと言われてたけどね、僕ももらうことはできへんねんけどね、ちょっと冷たいじゃ辛いねと思ってね、うん、子供の今世話する時間ないからね、かといってこのママ猫もあれもないからね、多分入り口のね、あの僕西口言うて一門入れてるとこの子とこのこうなんか長毛じゃない子が産んだみたいね、多分入り口の子や思いますよ、だからこの子の子じゃないと思いますよ、あの今回あの田んぼの兄ちゃんが言うてはる子はね、まあ一応ね確認ねできたらね、今日の予定分からへんからね、僕は多分忙しい思うんですよ、昨日休んでるから、ひょっとしたら今日行かれへんかも分からんけどね、まあそういうことで帰ってからもちょっと忙しいからね、はあ、そういうことで、はい、今日は一日よろしくお願いします。はい、以上です。